シャローム、ウクレレフレンズの皆さん、こんにちは。ウクレンチャンネルのレンです。今日も遊びに来てくださってありがとうございます。はい、今日はウクレレレビュー行きたいと思います。イエーイ。あれ、レンさんまた沼ですかっていう、そこのあなた、違うんですよ。今回はまたね、素敵なお話をいただきまして、皆さん、ハリケーンというウクレレメーカーご存知ですか？中国のウクレレブランドになるんですけれども、そのハリケーンウクレレさんがですね、ぜひ我が社のウクレレをレビューしてくださいませんかということでですね、ウクレレを2本提供してくださいました。イエーイ。私もどんなウクレレが来るんだろうってワクワクしながら待ってたんですけど、そのウクレレが届きましたので、開封レビューしていきたいと思います。では皆さん一緒にハリケーンウクレレカモンって言ってくださいね。せーの、ハリケーンウクレレカモン。来ました、2本。こんな感じ、ハリケーンウクレレです。イエーイ。こっちがソプラノで、こっちがコンサートサイズになります。それでは早速開けていきたいと思います。はい、ではまず、ハリケーンウクレレソプラノサイズ UK21 の方から開けていきたいと思います。はい、こんな感じでケースに入ってきました。じゃん。せーの、オープン。お、出たー。おー、ハリケーンウクレレ。お、あ、なんかサウンドホール周りのタトゥーが結構お上品な感じの模様になってて可愛いですね。あ、なかなか美しい木目をしてらっしゃる。おお、あ、かわいい、かわいいですね。あ、なんかホームページで見るよりかわいく見えるな、実物の方が。このロゴマークも彫ってある感じでタトゥーになってますね。ソプラノって可愛いですよね。ではスペックを紹介していきますね。こちらボディはトップとサイドとバック、すべてマホガニーの合板となっています。割とね、軽いんですよ。そしてフィンガーボードとブリッジはローズウッドが使われていて、弦はね、今カーボンナイロン弦がついているそうです。サイドポジションマーカーは入ってないですね。そして、ペグがクローズドタイプのギアペグとなっています。なんかマホガニーの綺麗な木目ですね。ストラップピンはついてないみたいですね。はい、こんな感じがソプラノの方でございます。で、こちらがついてきたソフトケースなんですけど、割とね、しっかりとした厚みのある生地、丈夫な生地ですね。なんか全然破れたり汚れたりしなそうな生地のしっかりめのバッグで、中はこんな感じ。ネックピローがしっかりついています。スポンジも 1.5 センチぐらいありますかね。で、外側にポケットがついてますね。あ、なんかおまけが入ってるっぽい。ハリケーン。あ、なんか上質な袋に何か入ってる。あ、替え弦だ。替え弦が入ってました。あとこれがサービスカードっていうことですね。あとクロス。クロスは地味に嬉しい。ほら、綺
綺麗なクロスが入ってました。なるほど。そしてね、ひっくり返すとこうダブルショルダーになっているのでリュックのように背負えるタイプです。で、ここに持ち手もついているので手持ちこうやって持つこともできるし、ここにもう一個ついているのでこう引っ掛けたりとかこうやって持ったりすることもできます。うん、バッグなかなかいいですねこれ。はい、ではお次コンサートサイズの UK23 の方を見ていきたいと思います。箱が一回り大きくなりました。じゃん。お、バッグはさっきと同じような感じの一回り大きいものです。じゃん。じゃあ行きますよ、せーの、オープン。はい、じゃん。やっぱりコンサートサイズになるとドンと大きい感じしますね。うん、木目が結構美しいですね。はい、こんな感じになっております。スペックは、先ほどのソプラノと、材質とかは変わりがないです。ボディはトップ、サイド、バック、すべてマホガニーの合板となっています。フレットの数が違くて、さっきは12フレットジョイントだったんですけど、こちらは14フレットジョイントの18フレットまであります。ソプラノと同様、塗装はサテンフィニッシュとなっています。おまけ入ってるかな。あ、入ってた。はい、弦とサービスカード、それとクロスが入ってます。じゃん。ということでハリケーンウクレレ、ソプラノとコンサートサイズ来ました。イエーイ。ウクレレのソプラノとコンサートサイズってサイズは一つ違いなんですけど、結構ね、ほら大きさが割と違いますよね。で、ブリッジの位置っていうか付き方も違うので、ほら、なんか見た目の印象って全然違いません？ソプラノってめちゃめちゃブリッジが下の方についてて、これがなんか可愛らしい見た目だし、コンサートはブリッジが、ボディの一番膨らんでるところの近くについてるので、よりちょっとこうギターっぽい見た目になるのかなっていう感じがしてます。可愛いですよね。こんな感じで同じモデルのサイズ違いとなってます。この木でできてるウクレレってやっぱり自然のものだから、こう一本一本木目の感じが違うんですよ、全然ね。なんかこのコンサートは結構迫力がある、縦の筋がすごい入ってるウクレレで、こっちは細かい筋が入ってる、キラ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 綺麗な感じなんですよね。うん、表も同じように一本一本違う木の風合いが出てます。この辺がやっぱね、木の素材でできたウクレレっていいですよね。では早速音色を聞いてみたいと思います。まずソプラノウクレレから。一番最初ってこのナイロン弦ってすごい伸びるので、チューニングがなかなか安定しないんで、私がいつもやってるのは、だいたいチューニングしたら一回こう弦をですね、こんな感じで、ああ抜けちゃった。引っ張りすぎても良くないんだけど、こういう感じで、おお引っ張りすぎだね。少しね、伸ばしてあげます。まあ、これをやる人とやらない人とね、まあいろいろ分かれるとこなんですけど、私は結構やりますね。これでもう一度合わせます。はい、大体あったので弾いてみたいと思います。Thank you.
ですね、ソプラノの音ってすごいね、音量もしっかりあってすごくね、可愛らしい音でなかなかいいですね。ソロも行こうかな。クリアでいい音なんじゃないでしょうか。でもサテンフィニッシュのこの素朴な、もうウクレレらしい、もうソプラノのザ・ウクレレって感じの音ですね。じゃあ今度コンサート行ってみましょうか。はい、今度コンサートです。ソプラノとサイズが違うだけ、またフレットのジョイントが違うだけで、どんな感じの音の印象の違いが生まれるのか楽しみですね。感じです、ね、やっぱりソプラノウクレレとコンサートウクレレだと音色が結構違いますよね。ソプラノはすごく可愛らしい音、めちゃめちゃウクレレらしい音がしたと思います。対してコンサートは同じ素材なのにもうちょっと音色に厚みというか重厚感とかが増して、より深みのある音色に聞こえたんじゃないかなと思います。あのね、ソプラノもコンサートもそれぞれ素敵なんですけど、ソプラノって結構音のレスポンスが早いっていうか、弦を鳴らしてから音がポーンと前に出る感じが気持ちよくて、コンサートはねやっぱ深みがあるから、なんか聞いててねうっとりとするようなね心地いい響きがあるんですよね。すごい、コンサートとソプラノ同じ機種を同時に弾けるってなかなかないんですけど、面白いなぁ。こんな感じね、こんな感じのハリケーンウクレレでした。やっぱり夏といえばキャンプとかバーベキューとか海とかにみんなウクレレ持って行ったりしたら楽しいと思うんですけど、やっぱりアコースティック楽器だから木がいいんだよねっていう人にとっては、こういうですねお手頃価格のウクレレが1本あるとすごく楽しめるんじゃないかなと思いました。こちらのハリケーンウクレレのホームページなどリンクをですね説明欄に貼らせていただきましたので、気になる方はそちらもチェックしてみてください。ホームページ見るとね本当にたくさんの、木材、いろんな木材を使ったモデルをねたくさん展開しているブランドなので、ホームページ見るだけでも結構面白いと思います。あとまたこのウクレレに関していろいろ企画をですね考えてますので、ぜひぜひ楽しみにしていてください。はい、ということで今日はハリケーンウクレレのレビュー動画でございました。可愛いウクレレだなと思った人はぜひグッドボタンをよろしくお願いいたします。チャンネル登録もお待ちしています。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。